トマトソース。そうするとちょっとこうおろすところでねじります。どうも料理のレッサン、りょうです。ということでですね、今回はですね試行シリーズでございます。試行シリーズといっても僕ねこれ2本目なんでお酒は入ってるんですけども、今回ですね久々の洋食じゃないかな、パスタ料理。実はね僕、まあ、イタリアンやってたのでパスタが一番得意なんですけども、で今回はですね皆さんもこれすごい知りたいんじゃないかなと思って、トマトソースパスタ。トマトソースって難易度高かったりするんですよ。酸っぱいソースできちゃいましたとかっていうお悩みいっぱい来てるんですけども、僕はもうトマトソースはもう何百回も作ってきたんで、その中で一番美味しいトマトソースのスパゲッティ、これを作っていきたいと思います。これはね原型があります。カプリチョーザのニンニクとトマトのパスタ、あれ僕大好きなんですよ。僕の要素を取り入れて僕が一番うまいなと思った、はい、ベースはそれなんですけども、だからニンニクとトマトをがっつり使うパスタですね、はい、これを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ということですね、やっていきたいと思います。まず材料説明いきたいと思います。今回ねすっごくシンプル。まずねトマト缶、これねホールトマトでもカットトマトでもいいんですけど、まあ僕本当おすすめはホールトマトなんですけど、ホールトマトとカットトマトって何が違うかっていうと、まずねトマトの品種ちょっと違うんですよ。ホールトマトってサンマルタノ種っていうのを使ってるんですけども、大豆トマトはまた別のを使ってる場合が多いんですけど、まあこれはトマト缶にもよるんですけどね、はい、サンマルタノ種の方が甘みが強いような傾向が強いので、僕はホールトマト、モンテベルロっていうところのホールトマトが一番酸味が弱くて美味しいです。まあ今回は普通にスーパーに売ってあるやつを使います、はい、これをちょっともんで細かくしたやつですね。で玉ねぎが4分の1個、約 50g から 60g ぐらいですね。でニンニク今回4かけ使います。でニンニクの使い方が今回のポイントなんで、ニンニクは4かけ用意してください、はい、でもね多分そんなに匂い気にならないと思います、はい、全部加熱しちゃうんで。でこれパスタですね、今回ママの、7分茹でタイプだからね 1.6mm、 トマトソースはね 1.4mm とか細いものよりもちょっと中太麺の方が僕合うと思ってるんで、これやっていきます。であとは調味料概要欄に書いてあります、ね、これやっていきます。はい、ということでですね、やっていきたいと思います。まずですね、今回試行シリーズということで、試行のトマトパスタを作る上で何が必要か。トマトソースパスタって起源がそのイタリアなんですよ。イタリアの風を感じていきたい。で、イタリアの風をなんで感じるかっていうと、やっぱりね、ワインじゃないかなと。こう、イタリアに思いを馳せながらワインを飲んでいきたい。これを飲んでイタリアに思いを馳せようと思います。これ飲みやすくていいんだよね。じゃあ、皆さん、いただきます。これね、出来上がったトマトソース、白米合いますから。あ、これですよ。もうほぼブドウジュース。じゃあ、楽しくワインを飲みながら、今日はやっていきます。じゃあまずですね、材料を切っていきたいと思います。まずね、トマト缶はね、よく潰してくださいね。これもう潰してありますから。はい、まあ、潰すのはね、こうやって。はい、まあ、今回ねカットトマト使ってるんでそこまで潰さなくていいんですけども、ホールトマトの場合は必ず容器に移してこうやって潰してください、してからですね玉ねぎいきましょうか。はい、玉ねぎはこう薄くスライスです。トマトソースを作る上で何が一番重要かって、結構ねイタリアのレシピだとあのホールトマトだけで作るトマトソースももちろんあります。玉ねぎを入れることでトマトの酸味が緩和されて日本人好みの味になります。で今回はニンニクを4かけ用意してるんですけども、2かけ2かけで違う作り方をします。まずは潰して、そして粗みじんにしてください。今回はねトマトとニンニクが主役なので、まあ、そんなに細かくしないです。ちょっと粗みじんぐらいしていただければ片方のニンニクは OK。 もう片方のこちらのニンニク、これをどうするかっていうとですね、切ってね皮むくんですよこれ。はい、こんな感じですね。でここにすりおろしていく。今回はニンニクダブル使いなんで、すりおろしとみじん切り両方使います。これね、なんでこんな面倒くせえことするかって言ったら、こっちはですねソースに溶かし込むんです。このニンニクはすりおろしたものが入るで、よりソースがコク深くなります。こっちは香ばしさ、香り、そしてこっちはソースに使う味、味と香りをニンニク一つで両方つけていくっていうのがポイントです。これはね本当にこのやり方をすると全然味違いますから。はい、それではねやっていきたいと思います。ここからはねちょっと繊細な作業になりますので、もし慣れてる方はこれで同時進行で麺を茹でていただいてもいいんですけども、今回は慣れてない方もできるようにまず先にソースを作っていく。
でソースは別に麺と違って伸びることはありませんので、最初にソースを作っておくのがすごく大事だと思ってます。そしてですね、オリーブオイル、今回、ね、エキストラバージンオリーブオイルを使っていきます。で、炒め油はエキストラバージンオリーブオイルとピュアオリーブオイルみたいないうのがあるんですけども、ピュアオリーブオイルっていうのは2番搾りなんですね。で、エキストラバージンは1番搾りなんですよ。はい、でこれ何が違うかっていうと、香りがこっちのエキストラバージョンの方が立つんですよ。今回はうちピュア使わないのでエキストラバージョンを使っていきます。で、大体大さじ1杯、今回はエキストラバージョンだけでやっていきます。で、ここに入れます。ニンニク、刻んだ方です。で、最初に中火で温めます。ここ一番重要です。ここ気を使ってください。で、ここでペペロンチーノを作る時とかってあんまりニンニクを焦がせなかったりするんですよ。ただ僕のやり方はニンニクをちょっと焦がします。今の状態のニンニクでやるのと、焦がした状態でやるニンニクと香りが全く違うんです。イタリアンだとここまで焦がさないんですよ。でもこれは焦がさないとダメです。これが至高ポイントです。焦がすって言っても最後まで焦がさないんですよ。もうね、柴犬色、これね、すごく加減が難しいんで、皆さん弱火で、もうほんと弱火でやってください。この辺もうそろそろですね。これです。今見てこれ、この色です。で、この色になったら玉ねぎを投入します。玉ねぎっていうのは水分がありますから、これを糖化することによってニンニクの色のつき方も止まります。ほら、で、この間にね、このおろしニンニクはレンジで40秒チンします。ほら、これなんでチンするかっていうと、おろしニンニクをこんなに入れたらめちゃめちゃニンニク臭くなっちゃうから、電子レンジでちょっと飛ばすんだ。だから香りをと飛ばして、このニンニクの味だけ入れたい。こういう調理法を僕使っていきます。で、そうしてくると玉ねぎがこうしなっとしてきますね。こうしなっとしたらもう OK。 玉ねぎは別に焦がさなくていいんで、ホールトマト、あとトマト缶ですね、入れていく。で、トマト缶って選ぶ基準はあまり酸っぱくないものを選んでください。水煮の火を入れてない状態で、そのままでもこれ美味しくトマトとして食べれるなっていうぐらいのトマト缶を選んでください。そしたらですね、トマト缶今入れて、弱めに煮込んでます。で、そこでですね、レンチンした、おろしニンニク、これを入れていきます。レンチンしたので飛んでおります。嫌な香りはね。そしてですね、ここにですね、味付けをしていきます。ここはね、コンソメの味をつけていく。これ、ね、肉類が入ってないんで、やっぱりね、動物性の味をつけたい。その時にこのコンソメが役に立ちます。日本人はね、旨味がないと美味しく感じないですよ。で、ここにお砂糖です。砂糖小さじ1。缶のホールトマトとかだとやっぱりね、酸味がちょっと強くなったりするので、お砂糖を入れてちょっとまろやかさを出していきます。そして、黒胡椒、今回ね、粗挽き使っていきます。思ってるの、ね、2倍ぐらい。これぐらいかな。今回ね、唐辛子入れてないので、スパイシーさっていうのは全てこの胡椒で味付けをします。そしてこのまま弱火でね、大体今の状態からまあ5分から8分ぐらい煮込んで、ちょっと甘みを出していく。この状態でも美味しいんですけども、ニンニクも入ってますし、ちょっと甘みをつけていく。その間に麺を茹でます。はい、じゃあですね、お湯が沸きました。で、僕はね、1人分なので小鍋でやります。で、ここでパスタの茹でるお湯の塩分濃度問題があると思います。これはね、シェフによって違います。3% で茹でる方もいれば、 2% で茹でる方もいれば、 1% で茹でる方もいるんですが、僕は 1% 派です。なぜかというと、後で料理味の調節がしやすいからです。これぐらいの小鍋だと大体ね、小さじ1弱ぐらいです。そんなにね、無理やり塩を入れない。シェフによってはたっぷりのお湯で茹でてくださいっていう方もいるんですけども、僕は少ないお湯で茹でれば、少ないお湯で茹でた方が僕はいいっていう風に思うタイプです。今回はでもソースに茹で汁あんま加えないので、トマトソースの場合は別にたっぷりのお湯で茹でても大丈夫で、これでですね、塩分濃度 1% のお湯で、茹でていこう。はい、ということですね、今、弱火で煮込んでたソース、まあ、結構ね、硬くなってます。どれぐらい硬くなってるかっていうと、これぐらい。混ぜた時にちょっと鍋底が見えるぐらい結構、煮詰まってます、はい、ここら辺のね、濃度はね、お好みではあるんですけども、まあこれぐらいでいいのかな。で、パスタはね、茹で汁ちょっと残しておいてください。チャッ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 と、やっとここに、はい、で、これで弱火温めながら、で、ここにですね、
オリーブオイル。で、ここは必ず、さっきはピュアでもいいって言いましたが、ここは必ずエキストラバージン入れていきます。大さじ1。で、これで、オリーブの新鮮な香りをつけながら、この麺に絡めていきます。で、ここでなんかちょっと、麺とソースが硬いなと思ったら、茹で汁をちょっと入れていきたいです。僕は、まあちょっと入れてもいい。小さじ1半ぐらいですかね。水が入ることによって、油分もね、多少、こう、油っぽさが上がっていきます。パスタはね、和え物なんで炒めない。和えるんです、このフライパンの中で。はい、じゃあですね、盛り付けていきましょう。これね、盛り付けるコツなんですけども、まず一回半分ぐらい持ちます、パスタ。で、皿に乗せます。そして、この、おろすところで、ねじります。こうやってですね、ねじって高く盛ることによって、パスタが冷めにくくなる。最後まで、温かく美味しく食べるための、これ、工夫なんですね。そして最後に、トマトソースね。はい、ではこちらで至宝のトマトパスタ完成でございます。はい、それでは作っていきましょうので食べていきたいと思います。いただきます。いただきたいと思います。いただきます。香りがね、もうね、完璧ですね。このガーリックの香り、それぐらい美味しい。トマトの旨味が、これお肉入ってないんですよ。そしてここで味変カンフージェネレーションいきましょう。オレガノです。パラリとかけちゃう。香りが全然違うんですよ。これいきましょう。これうま、高級感が出ます。これシチリアっぽい。これうまいな。これワインめっちゃ合いますよ。もう一口本当にやってもらいたいやり方が粉チーズですよ。そうね、粉チーズなんですよ。これ最高ですから。そしてこれいただきます。たっぷりかけました。うわ、最高のパスタだわこれ。チーズのうまみがトマトの旨味をこう最大限に生かしたこのトマトパスタに加えることによって、旨味の相乗効果やばいですね。ということです。今回至宝トマトソースパスタどうでしたでしょうか。僕はね、喋りすぎてね、もうねベロベロです。ということで See you next time! バイバイ。はい、もうね、何段階もかけます。フリーザーの第2形態か第3形態ぐらい。これよ、この香り、香り。